私は宮島千鶴、会社員だ。この職場では人間関係が辛くて仲のいい人なんて一人もいない。うん、最近なんかまぶたが痙攣するな。何なんだろう。お先に失礼します。もう帰ろう。今思うとまぶたが痙攣するようになったのは体からの SOS サインだったように思う。疲れたな。最近よく考えてしまう。私が生きる意味って何なんだろうって。会社のストレスを埋めるように家では無我夢中でドカ食いをすることもあった。はあ、もう全部めんどくさい。化粧をするのもお風呂に入るのも歯を磨くのもゲームも料理も全部面倒だ。あれ、なんで私泣いてるんだろう。朝か。重い。体が起きるのを拒否しているみたい。なんか熱っぽいし微熱かな。でも行かないと遅れちゃう。その日から頭がぼーっとして少しのことでイライラするようになった。うるさいなぁ。テレビの音、電車の音、人の声、すべての音が苦痛になった。そして細かいミスが増えた。あっ、スマホをよく落とすようになったし、打ち間違いも増えた。書類を読むのもめんどくさかった。ダメだ、全然頭が働いてない。そんな注意力散漫な毎日がずっと続いていた。眠れない。はあ、明日仕事だから早く寝ないといけないのに、どうしよう。結局一睡もできなかった。体が重すぎる。私は起きるのに30分かかるようになった。ふう、頑張らないと。それでさ、最近生理が来てないし。はあ、もうなんで。そんなある日、帯状疱疹ができた。え、何これ。嘘、仕事が終わったら病院に行こう。なんだろうこれ。はい、次の方。腕に帯状疱疹ができて。なるほど。20代で帯状疱疹が出るのはストレスで免疫力が低下してウイルスに負けている時ですね。ストレスですか。はい。この他に不眠に生理不順、注意力散漫に無気力もあるんですよね。はい。これは体の SOS のサインですよ。宮島さんはうつ病です。うつ。頭で思っているよりも体は正直なんです。宮島さんは頑張りすぎているのかもしれませんね。はい。たまには体の言うことを聞いて休んでください。わかりました。今日の授業は終わり。また来てね。